こちらは悪徳労働組合連帯ユニオン関西生コース部の被害者たちの代表遊説隊です。連帯ユニオン関西生コース部は労働運動に名を借りた高木爆上げのプロ集団小学集団です。どうしようなの？一緒です。事件性があると思う。離れてきましょう。離れてきましょう。面白いんかお前。なんか事件か。触ったらダメ。触ったらダメ。触ってねこれ。触ってないでしょ。お互い触らないで。離れてください。もう誰やでね。もうちょっと下がって。もう誰や。分からんだろ。分からんじゃないよお前自分でと言うといて。誰やお前。ほら。お前何撮ってんねん、こっけーぜ何しに来てんねん、ほんでお前公益性があるかやったよ、公益性が何が公益性やねん。え、報道だよ、報道何の取材や、言え今撮らさん撮って何の取材や、こらえ、事件性があるから取材してんだよ。ちょっと離れましょう。俺さ、そんな腕したって威嚇してるからちょっと下げとこ。うん、下げとこ。ちょっと手下げとこ、普通にして、何もないから、何もない。そうしたら構えるやん。いや、俺撮らなきゃ普通にしとったらいいよ。ユニオンの問題をいろいろ追ってるもんです。一緒に終われるでも、ね、大変やろし、うん、僕も実際言うたら元ユニオンの組合員です、ね、だから和歌山の方のそうですよ、出とったけど僕は今辞めてるんやけど、はい、ヨタが事故だったんだよね。あ、まあ、挑発線取って。タクシー来たらいいな。いやいや、関係ない人。いや、一人で言うてるじゃないですか。そこだけ動かしていただきます。あ、だからじゃあ。はい、危ない、危ない、危ない。バッチつけてんの。しっかり取ってよ。俺
らせようかな。このまま渡しますんで。あ、前の撮ってあるの、ええ、じゃあちょっとすぐ編集して、すぐ、ええ、あの速報で流しちゃうんで、ええ、いきなりだから靴下履いてるんです。まあ詳しいことは書けないけど、とりあえずこんな状況ですよみたいなね、ええ、うん、どっかの新聞社は来ねえのか。どうでもいいか、俺に足りないのあのワンショットはあるとこにあるから。防寒とか着なくて外出れるやん。大丈夫、もうめっちゃ高いよ。
これ止まってるところ見たらかわいそうだろ、せっかくリズムにハンドルさんとかハイエースちょっと位置づいてもらThank you.
Thank you.
あるから。それはおかしい。これは法的根拠ないです。これは後で問題だ。はい。はい。はい。もちろんね、我々の本番だと逆やったから、ね、だからこれまでの考えが飛びました。私はお互いが立ち出しがないので、法的根拠がないようなだけ、そこは上げるから、あなた方はそこは上げるから立ち合いする認めない、認めない、認めない、そうそうそう、これがどうだとかああだとか今やってカメラ映しながら見ました。はい、そんな根拠めちゃくちゃやそんなね、理屈にならんようなことを、ね、無理やりやろうとせんのとおかしいやろ。今回は漏らせへんっていうのはおかしいやろ。これまでもずっとこっちは残してるわけ。それは今は、ね、繰り返しになるけれども、ね、お互いする速度とかおかしがないようにするためにね、運動するためにもらえることがきちんとできるということですわけで、それを空気にすると根拠がないわけで、書いてないわ。いや、わからん、ほんならね、撮りました、ビデオを撮ったらええわ。だから抜くんだよ、どうだよ、僕は。おかしいわ、私は。許可状に書いてあるんや。いや、許可状で、違う違う違う、お宅が評価することでもない。いや、評価も何も、ここで、あかんの。裁判所、いや、これは法律の根拠じゃないから、僕、示してる。あいかんから、言わないからね。私は法律家に聞いて、今その電話があって、それはちゃんと断固抗議するべきやという話やから、あなた方に伝えます。この記録は取っておきましょう。法的根拠ないです、そういうことを改めて申し上げておきます。その上で、やったら、ここに入れてください。Thank you.
そうですね、もう連隊側も結構いますね。20人ぐらいいるんじゃないかな。あ、分かった。この建物も大阪東吾の広域さんのお金を吸い取って作った建物です。ね、6億だ何億だってお金吸い取って作ってね、設計よりもちっちゃい建物建ててですね、とんでもない悪徳労組。
ゃあこのコンクリート1メーター1メーター1メーターでね、一流塀400円とか三日締め料取ってたんですよ。あれやつらっすよね。影下の事務所だから気をつけてくださいね。影下だから、徳さんの影下危ないからね。市民の敵だから。ちょっと待った、邪魔しちゃいけないから向こう行きますか、うん。
からですか。あとでまた隔離させてもらえるんですね。そうそう、最後最後にね。11時38分、再び動きがありました。マイクロバスから捜査員が出て、連隊本部の脇の休憩所に集まっています。奥には連隊の組合員がいます。そうしたら、このバスを1台、2台、3台、4台、5台、6台、7台、8台、9台、10台、11台、12台、13台、14台、15台、16台、17台、18台、19台、20台、21台、22台、23台、24台、25台、26台、27台、28台、29台、30台、31台、32台、33台、34台、35台、36台、37台、38台、39台、40台、41台、42台、43台、44台、45台、46台、47台、48台、49台、50台、51台、52台、53台、54台、55台、56台、57台、58台、59台、60台、61台、62台、63台、64台、65台、66台、67台、68台、69台、70台、71台、72台、73台、74台、75台、76台、77台、78台、79台、80台、81台、82台、83台、84台、85台、86台、87台、88台、89台、90台、
車ガス出して出して。すみません。カメラごめん。申し訳ない。もうちょっと。カメラ見らへんがな。このカメラ見らへんがな。どうなんとかしいな。ちょっと関係ない人でね。関係ない。下がって。関係ないやろ。関係ないですか。これガスもうちょっと入ろう。関係ないやろ。下がって。バス前。バス前。ここの車3台できるようにバスが前。前だって、ダメだろ。もうちょっと、ダメだろ。チャリオさん、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 車両もうちょっと通したらどうぞ。1メートルちょっとバス下がります。ちょっとだけ下がります。
倉庫だからコンテナに資料あるらしいですよ。あ、来てますよ。いいですけど、観光できずに、観光できずに僕らに笑われながらなんかやってるんですよ。協力に感謝いたします。マネキンですが、マネキン今でも調子乗ってるからこういうことなんで。あ、桜が綺麗だね。桜を感謝しない人たちなんだ。バスの前だと段取りしやすんで、それでバスの前で話してください。いいですか？バスを先に持ってきます。ブルシートできますか？ブルシートこっち。ブルシートここ入ってこない。ブルシートここへ。はい。ここないな。入ってください。見えねえじゃん。いいね、影がいいね、影が。なんか どっかの温泉旅館みたいな。市場ダッシュ。なんか車にも車にも出会ったの。車の捜索してるんですよ。それを取られたくないから。後ろの川のどけかりてる。
取っとけよ。登録してね。いや、拡散してくれる。登録してくれないと損しちゃうよ。ちゃんと行くよ。この場合で言ったら。いい。あ、もうちゃうか。お前パクられるよ。犯罪者が犯罪だ。
三大社通で。ちゃんと出頭せよ。逃げるな鍋。ほら鍋すなこなお車右折止めろやとビデオ止めさせに来たやろ止めんかいビデオ今の心境どうですか何か一言お願いします。何か一言お願いします。家宅捜索入ってる心境どうですか。6月24日12時46分西警察署前行ってみる？何があるのか分かんないけどね。でもなんか関係ありそうだよね。
どうも、うん、でも何もないと、うん、あ、そう、うん、ないと、うん、ただバスチャラが来てるんでね、どっかでお会いしましたっけ。はい、なんか、そうですね、学童館には入ってるようですね。あ、今ちょっとビデオのあれになっちゃってすいません。はい、ごめんなさい。はい、すいません。シャッターが閉まってました。
って。